はい、皆さんどうも、たかちです。今回はロストアーカイブ、第3弾ということで、今回はですね、ちょっと対人戦の方を、皆さんに見てもらいたいかなというふうに思っております。はい。でも本当はですね、ロストアーカイブ、多くの方にやってほしいということで、結構頻繁に動画を出そうと思っていたんですが、実はですね、12月の、末頃、大体27、8ら辺ぐらいからですね、ちょっと不具合の方で、全くゲームの方ができなかったというところで、1月の、12とかに、なんとかその不具合が治って、その間にですね、一応リプレイ機能があるんで、それで動画を撮ることはできたんですけれども、ゲームができない状態で紹介してもしょうがないなということだったので、かなり、先延ばしになってしまったというところでございます。はい。今はもうですね、不具合も治って、全然対人戦とか、普通にストーリーで楽しむこともできるというところなので、今回の動画で、対人戦の方を見ていくんですけれども、ちょっとですね、ゲームの楽しさを、知っていただけたらなというふうに思っております。はい。それでは早速ですけれども、対人戦の方を見ていきたいと思います。それでは行っていきましょう。はい。対人戦の方を見てもらうんですけれども、今回は、ちょっとリプレイの方で動画を撮らせていただきたいかなというふうに思っております。で、毎回ですね、相手と戦う時に、相手のデッキのちょっとした詳細が分かるというところで、このようにですね、一番左が相手のミニオン、真ん中がスペル、右がレリックという感じで、相手のデッキの中身というよりかは、構成がですね、分かるようになっております。あと下の方がマナになるんですけれども、1マナ2マナ、一番下の数字ですね、1234567っていうのがマナコストで、上の数字が、その枚数になっております。なので今回の相手、ちょっと7マナのカードが2枚入ってるというところで、ちょっと強そうなカードが入ってそうだなっていう感じでございますね。はい。で、これは、リプレイだから確認できるとかというわけではなく、もう毎試合ですね、確認することができるというところでございます。で、今回自分が使うデッキに関しては、日付見てもらうと分かるんですけど、23日に撮った動画なんと、やった試合なんで、もう多分デッキ崩しちゃってるんですけれども、アードベック、赤色のデッキを、自分は使っていきます。で、相手は、青というところで、ちょっと相手スペルが豊富な、勢力にはなるんですが、ミニオン19体もいるんで、どちらかというとミニオン多めの、編成になってるかなというところでございます。はい。早速ですね、このバトル、見ていきたいかなというふうに思います。はい。で、結構細かく見ていこうかなというふうに思うんですが、カードの、そうですね、能力とかが多分全然わからないところだと思うので、ちょっと見ていきながらやっていきたいなというふうに思います。はい。でメニューから見れるのか。でメニューなんですが、自分がですね、赤色のデッキというところで、ミニオン23の、スペルが7枚入っているデッキというところでございます。はい。で、初手から、ミニオンがいたので、情報屋ですね、出していきました。で、相手手札事故起きてるのか、ちょっと2でも動いてこなかったので、こっちはのんびり、次動いていくというところですね。で、情報屋、今移動したんですけれども、こいつがですね、移動、マナ1払って移動するんですが、その移動した時にですね、知識という、カードを手札に加えることができます。知識が自分が手札を1枚捨ててカードを1枚引くという効果になってます。このカードですね。はい。で、早速次、まだ1マナ残ってたんで、知識を、使っていくというところです。
で今冥府からの使者というカードを捨てたんですが、このカードが非常に強力なカードでして、自分のターン開始時に、このカードが墓地にある時に、手札に戻すことができるということで、知識をですね実質、リスクなしで、使っている状況でございます。はい。で、まあ、ここはもうすることがないんでターンエンドですね。あ、そっか。で、相手多分ですが、さっき2マナで、これ出してこなかったんですが、まあ引いてきたか、こっちが情報屋と冥府からの使者を握っていたんで、まあ、まずそのシナジーを潰しに来たんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。でお次、こちら気候少女というカードで、相手のミニオンを返しに行ったんですが、こいつがですね、こっちか、場から離れた時にレリックリペアモードを同じマスに召喚する、でそのリペアモードっていうのが自分のターン開始時このレリックを破壊して気候少女を手札に加えるということで、今こんな感じでレリックが残ってるんですが、これが破壊されない限り、自分のターンの開始時にまたこの気候少女というカードが、返ってくるというところで、これも、非常にアードベックの中では多分もう採用率 100% ぐらいのめちゃくちゃ強いカードになってます。はい。で、次ですが、多分このままだとハンド10枚までしか持てないんですけれども、ハンドがちょっと、落ちそうだったんで、マナの花びらを切って、一応ミニオンを置いといたというところですね。はい。で相手これがですねめちゃくちゃ強い、まあ、工作員というカードなんですが、相手の手札を確認した上で、ハンデス1枚、めちゃくちゃ強いです。でこれが、バウンスできるカードですね。リーザということで、召喚時に選択したミニオンを一定手札に戻すんで、またこの工作員の効果を使ってくるというところでございます。で工作員デメリット一応あるんですが、撤退時に相手はカードを1枚引くんで、こいつが倒されたら、ワンドローすることができるというところですね。はい。で、下のこのなんか目のマークはもう相手にバレてるっていうことですね。このカードを握っているっていうのが、バレてる状況でございます。はい。あれこちら次、バイオレット中将というカードを出します。バイオレット中将は、場に出した時に、一般兵を2枚手札に加えるというところで、まあ、デッキ外からのドローンになりますね。で、まあ、1マナ残ってたんで一般兵を1体置きましたと。で相手が1マナで、2体あれ強撃で、こちらの、ミニオンの体力を削りに来たというところで、で今こいつ移動したんですが、これもさっきの情報屋と似たような効果を持ってて、移動時にデッキから自分の手札に2マナ以下のポートエレンのスペルを1枚手札に加えることができますと。はい。で、ここで相手はミニオンを取りに来たというところですね。あ、まだか。でさらにもう一回工作員、使われて、ハンデスまたさらに1枚されてしまいます。でも相手気候少女を多分ちょっと嫌ってたんで、ここで取りに来ましたね。これか。もう少し試したかったな。はい。で、結構盤面綺麗に処理されてしまったというところでございます。で、これか、この悪魔ですが、召喚時に、手札を1枚捨てて、相手もハンデス1枚っていう効果になってます。でこっちは冥府からの使者握ってるんで、まあ、実質相手だけハンデスっていうところですね。でマナがちょっと余ってたんで一般兵を置いております。旅の途上じゃ。でそうここで相手が、そこでマジぶっ壊れカードなんですけど、もう黒い月出してきて、これがですね、悪魔使者魔術師を、全部プラス2プラス2するっていう効果で、まあ、これがめちゃくちゃ強いです。はい。でこの賢者も移動する手段を持っていて、その時に、手札に賢者の、なんちゃら炎
まあなんか炎みたいなやつを手札に変えるんですけれども、まあそのカードが4マナのミニオン1体かプレイヤー1人に2ダメージという効果でございます。で 4マナで2ダメージならそんなに強くないんじゃないかって思うんですけど、このゲーム意外とプレイヤーに対してダメージを与えるカードって全然なくて、まあ、4マナでも2ダメージ、結構刺さる時があるというところなんですよね。はい、では次自分がどうしたかというと、進まない。いや、進んだ。ここは単純に、決心からのステータス上昇で、相手のカードを取りに行ったということですね。多少は役に立てたかの。で3マナ余ってたんでバイオレットをまた出して、手札にマフェを置きに行きます。あ、で遠距離攻撃っていうのが2マス先に離れてる相手にも攻撃できるんで、まあ、ここから相手のプレイヤーに攻撃することもできるというところですね。不吉な夜不吉な夜、これマジで強いんですよね。今のもう2マナで4-3ってもうステータス化け物なんですけど。はい、では賢者の炎が飛んできて、今2ダメージ食らってしまったというところでございます。はい、でここで神引きしました。これが、レリック破壊することができるカードで、これだと月を破壊できるというところですね。平和が一番で、これで決心つなぎながらレリック破壊して、これレリック破壊した時に、ステータスがプラス1プラス1する効果なんで、さらにステータスが上がっているという状況でございます。でここはもうチャンスと、踏んで一気に、ミニオンを展開していくいったというところですね。まあ一応やっぱり反動多ければ多いほど相手の動き返せたりもできるんで、まあ、なるべくハンドは多く握っておきたいんですが、まあ、チャンスと思えばこういう風に展開させていくのもありということでございます。でまあ、ただちょっとよろしくない展開に今なってて、で今相手が置いたレリックがですね、黄泉への道というカードなんですが、お互いのターン開始時このレリックと同じマスにいるミニオンを撤退させるということなんで、もうこの、ステラ、次の自分のターンの開始の時にはもうこの場には残ってないです。はい、でまあハンデスも飛んできたと。でエンペラーは切り札になるカードで、決心時に自分のアードベックミニオンをプラス2プラス2するんで、これ全部のアードベックミニオンがプラス2されるんでめちゃくちゃ強いです。はい、で決心は最大6箇所まで詰めるんで、最大でプラス6プラあ6箇所じゃねえや、最大で3箇所まで、同時に決心をつなげることができるんで、で決心はですね、2つつなげた場合、この決心時の効果っていうのも、2つ分発動するので、まあ今、次このステラはやられちゃうんですけど、このマスに、エンペラーをもし置いていた場合、縦と斜めで決心2つつなげたんで、自分のアドベックのミニオン、まあ、全部アドベックなんでそれが全部プラス4プラス4してたという、場面ですね。はい、まあ、非常に、有利になりそうな場面だったんですけど、まあ、黄泉への道があるんで、ちょっと辛いところでしたね。はい、でまあお次、まあ、結構いい引きしたかなと思います。また悪魔を引いてきたんで、冥府からの使者とハンデスの組み合わせをしていきますね。でテンペスト結構いいカード落として、あれ5マナで、まあ、範囲選択なんですけど、合計で8ダメージ与えてくる、ミニオンに合計で8ダメージ与えてくる結構厄介なカードだったんで、まあいいカード引いたかなと思います。あ、まあ、でここで解除されてしまったということで、解除も結構有能な、スペルでして、まあ1マナでまずカードを1枚引くの時点で、まあデッキ圧縮になるんで結構強いカードなんですけれども、選択されたミニオンはパッシブスキルを、失うということで、まあ、パッシブスキルを失うって言ったんですけど、まあ、要は決心とかもパッシブスキル扱いになるんで、まあそれで、ステータスダウンしてしまってます。でまあ
このミニオンに関してはまあオーバークロック、まあとどめとかに使えるカードではあるんですが、まあプラスにマイナスにしちゃうんで、まあそこがなくなったんで、HP はちょっと回復はしてないのか、決心の効果と相殺したっていう感じですかね。はい。で、罠作りの名手、これはレリックを手札に加えることができるカードですね。で、レリック使ってきましたね。で、これ天意の門というカードで、まあバウンスの効果と、次の、要は相手のターンの開始時に、場のミニオン全てに3ダメージ与えてくるというカードでございます。あれ、規格外の贈与、これもなかなかに強いカードで、3マナ以上の自分のミニオンとレリックを全て対戦相手のコントロールにしちゃうんですが、自分はカードを2枚引く、でこれ恐ろしいところが、まあ、3マナ以上のミニオンとレリックが自分の場になくても使えるんで、これ要は、まあ、使い方さえ間違えなければ2マナで2ドローできるカードです。はい。で、相手転移のもあったんですが、結構強引に攻めに行きましたね。でこの鎧の、騎士が、スペリアスキルで選択されずに受けるダメージが1軽減するんで、まあ転移の門のダメージを考慮しても、まあ、そこまで気にしなくてもいいだろうっていう判断ですね。はい。で手札を捨てるときは絶対冥府からの死者を捨てるというところでございます。で未隠しの円環は、自分プレイヤーが受ける次のダメージがゼロになって自分は1枚引く。でこのゲームがですね、結構1マナのスペルって、ちょっとした効果があるプラスワンドローがついてくるんですよね。はい。その件を考えると結構なんだろう、まあ、そこそこ1マナのスペルも大事になってくるかなっていうところですかね。はい。で罠作りの名手、またレリックを持ってくるカード、相手がやっぱりなんかレリックデッキっていう感じがしますかね。はい。あんまり見ないです、レリックが、6枚も入ってるデッキっていうのは。まあ自分なんかレリック1枚も入ってないですしね。はい。でこの読みへの道は結構厄介で、これある限りここのマスに置けないんですよね。まあなので、結構厳しい状況になってます。はい。でまあ冥府からの使者は、まあ手札コストに使うだけじゃなくて、こういう風に場に置いても相手からの結構圧力になるんですよね。三々が、立ってるってだけで結構厄介っていうことですね。で相手が、これスキルを使ってきました。雲外蒼天、このスキルを使うと相手ミニオンに、相手の全てのミニオンに2ダメージ与えることができる。星の嵐、これもうかなりえぐいカードなんですよね。まあ、7マナってちょっと重いんですけど、ね、ランダムな相手ミニオンか相手プレイヤーに、1ダメージを6回行うというところなんで、まあ、今、自分の場に、HP1 のミニオンが立っていたんですけれども、まあ、それが倒されたのと、さっきミカクシの円環でダメージ軽減入ってたんですけれども、まあ、6ダメージなんで今4ダメージ、プレイヤーが食らったというところになってます。で、この星の嵐もですね、これ確か弱くなっエラッタされたはずなんですよね。最初確か8ダメージ8回行うだった気がするんですけども、まあ、6回でも、まあ、結構厄介ですよね。はい。まあ場にミニオンいない状態であれ使われたら、まあ、6ダメージ飛んでくるんで、もう恐ろしいですよね。はい。でここで間に合わせ、間に合わせというカードが3枚ドローして、手札を2枚捨てます。で、まあ、2枚捨てるんで、まあ、当然冥府からの使者捨てますよね。はい。でまあ、厄介だった読みへの道を破壊できる、カードがようやく来てくれたんで、まあここは切っていきますね。はい。
でとどめだ。で、まあ、決心つなげていきたいんでワンドローを挟んでいきました。でここで、深夜の騎士結構いい引きしてますかね今回は。はい、でここで捨てるのはまあ機械仕掛けのドラゴンは今正直そんなに、刺さらないカードなんで、まあ捨ててもいいかなと思います。あ、でちなみにずっと持ってる、このサブアトラスアルマンドっていうカードは、これはもうどうしようもない相手を取るときに、非常に強力な、ミニオンになってるんで、対象のミニオンをですね、もう攻撃するときに、無条件で破壊することができるんで、まあ、ちょっと握っときたいかなっていうところですね。まあ、ハンドもちょっと尽きてきてるんで、まあなるべく避けたいところで、テンペスト切っていって、倒されたっていうところですね。アクドライブ奥義。あ、でここでなぜか、これなんで奥義使ったんだろう。あ、そっか、今デッキ3枚しかなかったんですけど、ポートエレンのですねスペルに、まあ、カードを3枚ドローするっていうスペルがあるんですけれども、その効果がですね相手も選択できるんで、さすがにデッキ3枚っていうのは、ちょっと負け筋になったんで、こっちも、スキルを使って6ドリンでですね、選択したプレイヤーの墓地のミニオンをデッキに戻すというところで、まあ、自分のデッキ、自分の墓地のミニオンが全部デッキに帰ってきましたと。はい、で不法監査、これは相手に散々されていた、相手の手札を確認して、カードを1枚捨てるという呪文になってます。まあその代わりリスクはあって、あれ墓地にない。まあその代わりリスクはあって、まあ自分は1ダメージ受けてしまうんですけれども、まあ、未隠しの円環使ってたんでダメージはなしというところでございます。参りました、ご主人様。でここはもう一気に、攻めに行きましたね。まあ、転移の門があって、ダメージは受けてしまうんですけど、まあ気候少女だったら倒されても全然問題ないぞというところで置いてます。解放する。で相手ハンドがもうゼロなんで、この騎士を守りながら攻撃していきたいというところですよね。戦闘不能、撤退します。はい、で、最後これ結構恐ろしい状況になってしまって、このニコルっていうのが、マナコスト4以上のポートエレンのスペルカードを手札に加えるというところなんで、まあ、最後星の嵐、これ使ってきて、かなりですね最後運の要素あったんですけど、まあ、ギリギリ耐えてくれたというところです。はい、これがあと一発プレイヤーに飛んでたら負けだったというところなんですけれども、まあ、ここでですね、まあ相手ももうハンドがゼロだったというところで、まあ相手が諦めて今回は勝利というところでございます。はい、これかなりなんだろう、いい戦いだったというか、まあお互いの長所が出た戦いだったんじゃないかなっていうふうに思います。はい、でまあ、どうだったでしょうかね。まあ、対人戦、まあ、こんな感じで、結構ですね、相手のデッキとかもやっぱわからないんで、まあ、考えながら、試合をしていくというところになるので、普通に面白いです。はい、かなり面白いです。まあ、ただ一つ問題があるとすると、ちょっとプレイヤーの数が少なくてですね、ちょっとマッチングしづらいという状況なので、この動画を見ていただいた皆さん、ぜひとも、まあ、ロストアーカイブの方をやっていただければなというふうに思います。はい、まあ、というところで、この動画が面白いと思いましたらチャンネル登録高評価、そしてロストアーカイブの方をぜひやっていただきたいかなというふうに思います。はい、それではご視聴ありがとうございました。